こんにちは、角川スキー総研の遠藤です。で今日はですね、これを作ります。わかりますかね。1994年に発売されたマジックリンクという端末、これを作ります。スマートフォンの原型っていつ頃誰が考えたのか、ゼネラルマジックという会社だと言われています。1980年代には電子手帳が作られて、1990年代には PDA もあった、音楽プレイヤーの iPod から iPhone が生まれたとも言われています。1980年代の半ばに当時 Apple にいたマーク・ポラットという人がポケットクリスタルというスマホそのものともいえるスケッチを書いてるんですね。それを作るために1990年にはゼネラルマジックという会社が作られました。そして1994年に製品が登場します。ほぼスマホと言っても良い内容、彼らとライセンスを結び、実際に製品として発売されたのがマジックリンクです。しかし環境も技術も追いついていなかった。ゼネラルマジックは大失敗プロジェクトとして終わったのでした。ところがスマホの時代になってみると、アップルで iPod や iPhone を作ったトニー・ファデル、 Android を作ったアンディ・ルービン、他にも何人もの今のデジタルの世界で活躍している人たちが若い頃にゼネラルマジックに在籍していたことが分かってきました。このあたり映画ゼネラルマジックで見てください。ということで、できました。世の中はザウルスやアップルのニュートンなんかもあって、PDA が賑やかな時代なんですけど、私の雑誌ではですね、この端末に一番ページを割いていたのを思い出しました。本当に未来を作ろうとしていた端末なんですよね。ゼネラルマジックの映画の中でミーガン・スミスという女性が、私たちはみんなに愛される時計やメガネや財布みたいなものを作ろうとしているんですと発言しているシーンがあるんですね。20年以上かかって彼女の言う通りのものにスマホはなったんじゃないでしょうか。来週も作ります。見てください。